で、これはですね、プレイステーションビータと言いまして、まあ、プリペイドカードってやつですね。プリペイドカードっていうのは、一番最初もう20年ぐらい前かね、携帯にプリペイドカードっていうのが出てきて、で、当時子供たちが、要するに電話を使う、携帯電話を使うと使いすぎるって問題があってね。まあ今だったらインターネットの代金払えば、例えば5000円だったら一定金額でそのまま使えるじゃん。でも昔はインターネットなんてそんな普及してなかったし、なんていうの、ネットを使える人ってほんのお金持ちの人しか使えなかった。というのも昔はインターネットを使うと、数十秒で5000円とかとんでもない値段取られるので、まあそういったちょっと恐ろしいところがありましたからね。うん、ですからまあ、そういったものとかが使えなく、恐ろしかったので、まあこういうふうなものにね、切り替わっていったんですが、まあなかなかのね、良いなという感じのもので、プレペイド式のね、カード。うん。なかなかっていうか、その当時は、そうやってインターネットを使うと数分でお金がすごい取られるから、だから結局プリペイドカードって、例えば3000円だったら3000円分しか使えない。その代わりに、まあ時間制限があったり、ギガ数のね、容量の制限があるんですよ。で、それによって、使い分けるってことですね。うん。だからそれによって子供が長時間、遊ぶということを防ぐ。通話するってことを防ぐってことね。で、これは時代が変わってきて、それから時代が変わってきて、今度携帯電話だけじゃなくて、もうそのネットゲームですね、に対応すると。だからこれがないとダメなんです。で、これはあって、ここの後ろのちょっと見せていきませんけども、まあ、こう書いてあるわけね。で、それを入力すると、まあネットゲーム、プレイステーション3なら3、任天堂の新しいやつだったら、新しいやつにこれをカードの裏に書いてあるから、それを入力してくださいと。で、入力しないと先に進めないよという仕組みになってますね。うん。でまあ、そうやってちょっと複雑な時代になってきて、今の時代ってほら、昔はね、それこそゲームソフトを買ってさ、ゲーム機買って、ゲームソフト買って、それで遊べばもう満足だったんだけど、今はインターネットっていうものを使うことによって、さらに遠くの人と遊べるよという時代になってきてるわけですよ。そうすると、まあ、そうするとインターネットの代金とはまた別のネット代金というのが必要になって、で、その別のネット代金というのがそのプリペイド式カードという、プリペイというやつですね。で、それを買うことによって、例えば1ヶ月間とか3ヶ月とか5ヶ月とかで遊べるよっていうやつなんです。うん。だから今何でもかんでもね、こういう点ではちょっと不満があるんだけど、金がかけようとするのね、企業って。うん。今はほんと白い世の中になってきてね、物が壊れる、壊れると買い替えるように、もうなんつうの、物も壊れやすいなってるし、こういうふうに物だけじゃなくてネットに関しても、ね、普通のインターネット回線だって払ってんのに、それとは別にネットのゲームやるときはネットゲーム専用の、オンラインっていうのが必要ですから、まあ、そこでまたお金を請求するわけですよ。うん。だからそういうふうに何でもかんでも金を請求しないと気が済まんなかこの国だと思うんだよね。だからこんなことやってるからこの日本っていうのは、ある意味何でもかんでも金を取るから、結局この日本っていうのは破綻をしていくわけですよ。残念ながらね。この国はもう日本の未来はもうほぼないと思うんだよね。やっぱりどん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 物価高になってくるし、周りの値段もどん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 高くなってくるから、で、それで給料ってのは下がってくるでしょ。悲しい話だけどね。だからこういう負のスパイラルというのをなんとかしない限りにはできない。ただ今の日本の役人とかがあまりにもバカでだらしがないから、結局頭があまりにも、役人たちの頭があまりにも悪いので、まあ残念ながら、そういうことを調整するような役人が出てくれればいいけど、そういう役人が出てくることってのはまずほとんどないでしょうね。うん。頭悪いからね。だから、これが頭のいい議員さんとかだったらね、うん。国に訴え出て、国を法律を変えてやるんでしょうけど、まあ残念な人が多いからね。だからないと思いますよ。うん。このまま行くとね。ですからまあ今の時代はそうやってプリペイドカードっていうのを入れないとダメだってことですね。うん。で、ゲーム追加コンテンツ、サブスクリプションサービスとね。これちょっと昔の場合だったらね、
買い物をするって言ったら物を見て買うっていうのが当たり前みたいな時代だったけども、今時代が変わってきて、物を見て買うだけじゃなくて、ネットのものに対してお金を払うっていうね、こういう新しい時代が来たんですね。ちょっと前の時代だったら信じられませんね。ちょっと前の時代だったらゲームソフトを買ってそれで満足ってなったのに、今はゲームソフトの中でもネットゲームってのがあって、それを買うためにはネットの中のものをアイテムとかそういったものを買いたければ、こうやってプリ1年間遊べるとか3ヶ月遊べるとか1ヶ月遊べるとか、そういったネットゲームを買ってくださいと。でそれを買うことによって遊べますよっていう仕組みなんですね。まあ、こういったのがあるということでね、まあ、なかなか今の時代ってのは、非常にこう複雑化してるね、時代、金のかかる時代ですよ。何でもかんでもお金かかりますね。車持ったら自費がかかるし、駐車代がかかるし、電車乗れば電車代がかかるし、ネットを使って遊びたいなと思ったらネット代金がかかる。だから今の子供たちなんかは、かわいそうはかわいそうだね。今の子供たちなんかお小遣い相当持ってないと、自由に使えるお小遣いっていうのがある程度持ってないとね、遊べないよ、正直言って。うん。こういうインターネットのゲームって、だってこれで3000円だけど、中にはもっと5000円とか1万近くするんだからね。それぐらいがないと買えないんですよ。うん。だから今の小学生、中学生だと、ネットゲームをやるって言ったら、よほどの裕福なうちの家庭じゃないと買えない、できないのが現状かなと思う。うん。なんていうのかな、やっぱり、こういう状況になってるんですよ。うん。だからね、こういうものってのはね、あれなんですよ。今何でもかんでもお金がかかるっていう、ものだけじゃなくて、もの以外のものにもお金がかかるっていう、こういう時代になっちゃったんですね。というわけでどうも。